2016年に放送を開始したブレイク前夜次世代の芸術家たち。今では世界へと羽ばたいたアーティストを数多く紹介してきました。そこで今回は放送400回を記念して開催されたパーティーと参加アーティストたちのインタビューをお届けします。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち。本郷美術骨董館の提供でお送りします。先日400回を目前に控え行われたパーティーで、過去に出演したアーティストが一堂に会しました。こんなにいろんな作家さんがこうやって集まるってすごいことだなと思ってて、エネルギーを感じますね。あとブレイク前夜の歴史を感じます。なかなか作家さんって基本的にはアトリエにこもって1年のほとんどは誰とも会わずに作品と向き合ってる生活が多いと思うので、あの作家さんすごく会いたかったのに聞けないなって、今聞けますよね。で皆さんそうやって思ってると思うので。これまで番組に出演したアーティストは全396人。今ではそれぞれが活躍の場を広げています。ブレイク前夜に出させていただいて、作家としてすごい励みになったので、これからもコンスタントに作って発表してっていうのはずっとやっていきたいっていうふうに思っております。いろんな番組出させてもらうこともあるんですけど、アーカイブとして番組が終わった後も調べて見てくれる方って結構いて、その反響とかっていうのは僕のところにも来るのでありがたいですね。今はおかげで海外、台湾と中国の方で作品展開が増えてきまして、で今年ちょっとドイツの方でチャンスができたので、とても感謝してます。結構今年がすごく忙しくて、シンガポールで1月大きな個展をして、9月に韓国で、11月に上海で、12月はマイアミで、結構海外の美術館、ヨーロッパの美術館の話もあるので、また新しいつながりが復活つながったり、はい、もう結構前なんですけど、それでもいまだに「どこで知ったんですか?」って聞くと「ブレイク前夜です」っていう方いらっしゃるんで、いやでももうほんと粛々とちゃんと自分の制作をして、であとアート活動を見せていく活動もしっかりできていけたらなとは思っています。やっぱ僕2019だったと思うんですけど、そこから世界でいろいろ活動しながら、今はアジアを中心にやってるんですけど、よりヨーロッパ、アメリカと世界で活躍できるようなアーティストになれるように挑戦したいなと思ってます。すごく良かったですね。僕が言いたいこととを見事にうまくやってくれて、僕の目指してるとこ、そういうところは分かってもらえることが多くなりました。はい、結構 YouTube の再生数が結構いってるので、知名度ちょっと上がったかなって思います。その時の気分とかで結構絵が変わったりするので、今後もいろんなことをやって、その中で一番自分が好きなことを見つけたいなって思います。自分が伝えたいことの意図はしっかり組んで作ってくれたと思ってるんで、今までやってきたことも継続しながらどんどん広がるような、コロナきっかけで結構身の回りのものをより注意深く見れるようにしていたので、そういうのが広げられたらいいなと思ってます。人生が変わりました。で子供を出産して、ちっちゃい子供を育てること、それだけでもすごい大変で、やっぱりくじけそうになる瞬間もあるけれど、一生諦めずに絵を描く仕事を続けたい。僕も毎回チャンネル登録して誰が出るのか楽しみにしております月並みですが、より良い作品を作っていって、ちょっとずつかもしれないけど活動もスケールが大きくなってたら嬉しいなって感じでございます。あの動画をお送りすればどういう人となりでどういう作品作ってるのかがすごく分かりやすいので、そういう意味では知っていただくいい機会にはなったなと思ってます。僕結構自由を好む人で何にも縛られずに好きなことをやっていけたらとは思っていて、その環境づくりを今すごく頑張ってるようなところがあるので、よりのびのびと、こう幸せな感じで作品作り続けていけたらいいなって思ってはいます。前よりも見てくれた人とか作品見に来てくれる方とかが増えて、それがすごく大きいなって思いました。普段ドット絵で日本のポップカルチャーとか可愛いところとかを描くのが好きなんですけど、そういうものを海外とかにももっと発信とかできたらいいなっていうのがあります。ブレイク前夜が何百回と続いてるっていうことで、テレビで見たり YouTube でアーカイブを見たりすることで、あ、前出てたんですねっていうようなことはありますよね。この春に作品集を出せたんですよ、出版物として。第一章みたいな感じでの、一つのピリオドは打てた気がするので、次もうちょっとね、はじけた感じでいろんなことに手を出せていけたら面白いかなと思ってます。400回を迎えてなお、日本にはまだまだ豊かな才能が。ブレイク前夜はこれからもそんなアーティストを紹介していきます。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前本郷美術骨董館。次週はアーティスト三山祐子のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。